まあ今回はですね、まあ、一つの豆知識としてですね、まあ、覚えてほしいことなんですけど、まあ、知ってる方もまいると思うんですけど、このペンライトなんですけど、ペンライトはその地震や停電の時に役に立ちますで。このペンライトなんですけど、大きく魅力がですね、二つあってですね、一つは電池で光ることができるってことなんですよね。で、どういうことかっていうと、その電池、まあ、単4電池3本ですかね、3本入れれば光るんですけど、その、 ソーラーとか、充電式じゃなくて電池で光るっていうのが一つの強みなんですよ。やっぱり緊急時っていうのはどうしてもやっぱり緊急で必要になるっていう時は、やっぱり電池じゃないと、それをはその緊急時に発揮できない可能性が高いんですよ。そういうのもあって、その電池っていうのは一つの強みなんです。で、もう一つの強みというのはですね、一色だけじゃないんですよ。光るのは。まあ、ペンライトによっては、 ま、一色しか光らない単色のペンライトもあるんですけど、まあ、この、まあ、今回は日向坂46のペンライトを用意したんですけど、このペンライトは十何色にも光るんですね。今とりあえず光らせてみますと、こんな感じでですね、様々な色にですね、光らせることができるんですよ。停電時はですね、ど、どんな色でもですね、まあ、役に立つんですけど、そ他の津波などの緊急時に、その、 ヘリコプターとかに救助を知らせるときは、その赤のペンライトを光らせることによって、その救助要請を知らせることが、伝えることができるんですよ。まあさらにはですね、先ほどの赤だけじゃなくてですね、こういうピンクや、まあ、黄緑やと水色などの、その鮮やかな色があるんですよ。鮮やかな色っていうのは、目立つ色なんですよ。なんで、その、まあ、他人に、その自分の存在を知らせるときとか、 そういう、まあ、がれきの中とかそういうとこでもがれきっていうかその森とかそういうとこでもすごい目立つ色なんですよね。っていうのもあってやっぱペンライトっていうのは結構ふ、まあ、普段はそういうアイドルを応援するためにあるものなんですけどこういう災害が起こった時にもすごい活躍できるすごいいい品物なんですよ。まあ、なのでですね、まあ、ペンライトを持っている方 ま、ど、どのアイドルやアーティストのペンライトでも全然構わないです。あの、電池だけは常に用意しておくべきだと思います。こういう災害の時とか、まあ、最近は特に地震などが多いですから、まあ、僕自身、まあ、北海道で、まあ、2日間ぐらい大停電の被害を受けたっていう経験があるので、やっぱりこういうペンライトっていうのはすごい大事だと思うんですよね。なので、まあ、本当に普段ライブとか、まあ、最近ではコロナ禍であんまり行かないですけど、 ライブに行かなくても常に電池を備えておいた方が絶対一番いいと思います。